ピースケでサックスペやっていきますということで、今日から、ひきょうりくんが始まっております。やばいです、全然準備できておりません。はい、でマジカル戦争です。はい、まあ、でも報酬がかなり良いと思うので、まあ、ちょっとできる限り頑張りたいと思います。はい、まあ来週まであるので、なんつうんですか、とりあえずチケットは頑張って消費して、来週頑張るっていう方法もあると思うので、まあいろいろやっていきたいと思っております。はい、で、なんかプスは3回の、筋力打撃ピックアップ、はい、ということで、はい、いいんじゃないでしょうか。筋力打撃ピックアップはね、闘争学園でやってほしいね。はい、あのアプリの方でやってほしい。まだフランケン、ジャスチーアプリでもうついに出ちゃいますけど、はい、あと七井くん、あ、王子もいるんだ、社長王子、三本松ね、打撃つけてくんね、誰か。はい、で、進むで解放もできます。進むと国樹の解放もできたりとか、岸田くん、はい、まあ、やばいは外れかな、さすがに、はい、感じだと思います。はい、まあ、ただ PSR がいっぱい出るというガチャです。はい。まあ、でも余裕ある人だけ引けばいいような感じだと思うので、うん。まあ、10連ギリありかな。10連だけギリありかもしれないですけど、うん。まあ、いらないかなって感じです。はい。どっちかって言ったらこっちですね。はい。まあ、恐怖度で言ったらこっちの方が上なんですけど、うん。まあ、やっぱこのキャラの性能的にどうしても引かざるを得ないような感じになってますので、そっちを引いてない人は、もう、ほぼほぼ、あれだからね、826みたいなもんだから、はい。感じです。はい。で、並木です。こんにちは、並木です。で、PSR が、あ、これありがたいね。PSR が1枚引けます。はい。金キラ3個。うん。まあ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 。いいですよ。毎月つうか、きらめきやっぱ少ないので、サクスペね、配布がね、うん、今回はいいんですけど、定期的に欲しいですっていうところでございます。はい、18も PSR あるよ、補助券もあるよといった感じです。はい、きらめきが、まあ、この辺もっとね10個ぐらいずつ欲しいよね。うん、実際アプリはもう、あ、まあ2ヶ月に1回か、あれ、うん、なんだっけ、ピースっていうのが追加されてるので、それできらめきとかかなり手に入りますし、毎月のチャレン等とかいろいろもらえるキャンペーンがいっぱいあるので、まあそういうのあるといいなっていう感じです。はい、まあもらえるのは並木の交換所はね、割と当たりの、イベントなので、アイテム的にね、はい、まあ、しっかり、今回はいいんですけど、それ以外の時もこんぐらい欲しいなっていう、はい、感じです。はい、まあ、アイテムですね。まあ、ちょっともうお守りはもうなんかもらいすぎていらないですけど、招きカロバあたりはやっぱ、うん、たくさん欲しいかな。で、チャリンもですね、チャリンもですよ。チャリンも選手売却するとアプリの方はチャリンが、まあ、10人売却したらもう10万、11万、選手ランクによっては12万ぐらいもらえたりするので、まあ、そういうのもないから、この辺はね、もっとたくさんもらえるとありがたいです。はい、覚醒がマジでカツカツなので、はい、お願いします。まあ、でも今回もらえるのかな、飛距離組んでもしかしたらめちゃくちゃもらえるかもしれないので、まあ、そこは、注目していきたいと思います。はい、スタンプですね、スタンプのは、まあ、さ、月曜通りか、これまだ飛距離感あるということで1回もやってないので、回していきたい。あと周回報酬か、周回報酬です。はい、どんな感じ、
わかんないね。回んないとわかんないね、これ。うん。まあ、でも一周。うんうんうん。はいはい。そういうことですか。まあ、スタンプやら、石やら、地形やら、まあ、ある程度もらえますね。マジカル、まあ、前から集めてる人は、プラゴはたやすいんじゃないかなって感じです。はい。まあ、配布キャラなんで、そもそもがね。うん、で、PSR がもらえます。はい。PSR いつもらえたかな？なんか、もう、まだないかもしれない。まだ実装ないかもしれないんで、ちょっとテーブル気になるところではあるんですけど、はい。まあ、1000位までは、一応 PSR もらえますよっていう感じです。はい。で、まあ、長いからね、まあ、ちょっとほんと甲子園みたいなぐらいの期間なので、まとまってる甲子園みたいな、レベルなので、まあ、ちょっと怖いんですけど、はい。こんな感じです。5000。まあ、そうだね。プラゴにしようとすると結構大変だね。フリート。ガンダー。ああ、フリート。まあ、前もこんなだったよね。前もこんなだったもんね。ということで。で、あれだな、意外と。SR1 枚なんだね。こうやって見ると。なので、まあ、このぐるぐるしていくと PR とか、もしかしたら入るのかもしれないですけど、うん。ちょっと、それはやってって見ていきたいと思います。ということで、はい。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。では、皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。